中本白秋の書道講座です、今回はですね、富士、6月号一般版のですね、1級から、5級までの人たちの課題、1級の人たちは、これが商談試験の課題になります、しっかり練習してチャレンジください。いつもの通りですね、こちらに、石橋彩水先生、この李城先生のお父様であった方ですね、彩水先生、そして会長の参考手本がございます。で、実際お書きになるときはこの彩水先生、李城先生も彩水先生の字をこうお書きになってるわけですから、まあ臨書ですね、臨書されてるわけですから、皆さんも大元を見ながら臨書するようにしましょう。それではですね、これでまず順が余りて年をなし律令となっておりますけれども、まず順という字からいきますね。門構え、門構えをこう少しこういうふうに背勢風になっているところをちょっと捉えましょう。こうグッと言ってグーッとこんな感じですね。ここからこういうふうにってこう入ってキュッとこんな感じですね。でこう来て柔らかくスーッとこう入ってますね。でこうとこう背勢になって、そしてここで一回軽く筆をついておおらかに、そしてこう書いてますね。で中に下に沿って一旦筆を上げてパチッと言ってこう切って最後で逆する。でこの字はですね、ここをちゃんと取ることが大事ですね。はい、順はこういう感じで書いてください。次いきます。次、余るっていう字ですね。余るっていう字もなかなか字形が難しいですね。最初この一画二画目でおーらかに、でこのトン先からかんでちょっと入ったとこからこの辺から書いて1、2、3とこの感じですね。そして中をですね、横線2本ですけど、横線2本がこの上の傘の下に入るぐらい、この傘の下の入るぐらいの書いてますね。そしてこうしてこの点画はあんまり触らない、このぐらいの感じですね。このこう来てこう来て、このコンタスを直線するようで少しこういうふうなイメージですね。人間の頭があって背中があって、少しちょっとこういう雰囲気をここに入れられていいと思いますね。はい、次、ナスと書きますね。成功の成ですね。成はですね、こう上の余るって字のこう余るって点画って、ここから筆がこうに不行の伏せの感じ、ふわっと入ってこうとほとんど、うん、これをですね、結構ここはですね、結構こう立ってることに注目くださいね。あんまりこうにしない、結構立ってます。そして次はですね、ここからこう筆を動いてこう起きて少し下にするのか、そして今度はこう起きて今度は上にするのか、こうしてこうすると跳ねてここぶつかってますね。こう閉じてますね。でここにですね、このイメージをちゃんと作っていくように意識して、でここにゃーってして、でこの延長上ぐらいから振られて、こういうふうに
ここが右ありになるよね。最後にポンと手を持つよ。こうにしましょう。背をこう寝かしちゃいますと、ここ、こうになっちゃうとこれ変ですから。もうしていますけど、逆にこう来て、この、逆にこの前になるぐらいのつもりで帰って、で、こう来て。ここを結構起こすことが大事ですね。その辺を気をつけて、観察。で、やってみてください。次、年っていう字ですね。すみません、年っていう字。こう下がらないと思ってます。今度はこう反って、今度はこう反ってますね。この線の勢いがこう起きて、こうすごいですね。こういう勢いになってます。で次はこう結構こう起きてますよね。今度はこれがこう反ってるから次の線はですね、この逆にこう、この線の勢いを変えてます。で次は軽い右やり。で、こう押して、バーンバン。この3本の横線の線の行方に気をつけることとですね、あとはこの線ですね、この線を起こすことですね。あんまりこれをこうしちゃいますと、こうになるとバランスが悪くなりますので、ここを起こすことですね。それに気をつけてやってみてください。はい、次。律は律心弁ですね。律心弁はチョン一角二角は同じ時形してますので、変化するため上はこう短く、そして下の方長く、こうして変化つきます。で例えば直線でいかないで少しこうちょっとこう少しこういうようなイメージを入れてください。そして、次の四角はこの魚人弁のちょうどこの真ん中あたり、ここは狭くなるね、少し離したとこからこう入って、こう回次の画数です。こうポーンと打って、ポンと打って、体を前のめりにして、そのまま体全体でスーッと引く、こういうのイメージですね。こう体を前のめりにしておいて、でこうして、体で引くような線ですね。これが律の書き方。律はここをゆったりと置く。このあたりを注意してください。次。行ですね。口二つ。こう書いて。こう書いて、そのままこう戻るようにして、これに包めこ大事に。このイメージですね。ここをですね、ちゃんと捉えるようにしてくださいね。以上、個々の解説をしました。
かかないイメージで。そして、最後にここに教室名を書いて、で、皆さんの名前をこれでください。臨床ですね。まあ、こんなイメージで参考に書いてみましたけど、以上、これで解説を終わります。